明治時代の、えー、我慢している女性、えー、本当に演じながら日々苦しかったです。<laughs> でも言ってもあの少しねあの短い皆さんよりは短い時間だったので、えー、少しの苦しい思いでしたが、えー、明治時代の女性、えー、本当にあの梅とは、えー、対照的な女性を演じています。えー、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。 お父さんともねぶつかり合うシーンもありました、ね。そうですね。伊藤さんもすごい素敵な方で面白くて、うん、なんか楽しかったです、うん、撮影も。はい。内田さんはいかがでしたか。そうね怖いっていうよりね楽しかった楽しかったですね。あの私も叱りつけられたり、はい、あの急に鳥をさばいて汁にしろって言われるんですけど <laughs> ありましたねそのシーン。 な,なんで私がやるんだろうっていうこのやっぱり現代女性の感覚が「いや鳥をさばくって怖すぎるんじゃない?」っていう「<laughs> あのいや伊藤君やってよ」みたいな「<laughs> あのあのドライ」とかでも「こうやれ!」とか言われたら「うるさい!」みたいな。 なんかその本当に今この現代私たちが今こうしてこの女性ばかりがこの会見に並ばせていただいてこうして発言できていることや今あのマスコミの皆さんの前でこういう自由な自分たちの思った意見を言えるようになるっていうこの礎を築いた方がすずちゃん演じる津田梅さん後の梅子さんなんですけどやっぱり。 こうやって誰かが先駆者になって誰かがその第一人者になって道を切り開いてくれたから今の私たちがこうして伸び伸のびとあの発言権を持てたり仕事での地位があったりしているのかなってあの演じていて先ほど始まりにちょっと苦しい時間があったと言いましたけれどあの自分の 気持ちを押し殺して、えー、生きていった女性が多かったその自立するころとか許されなかった時代だったのでなんかそのすずちゃん演じたその梅子さんがとても頼もしかったし羨ましくもありまぶしくもあり、えー、演じてましたね。はい